疲れてきたわ。でもあのね、でも本当に変な進行を選びください。なんか、間違った進行ばっかり取ってる人とか、余っている役職ロナシにかかってる人がいた瞬間に今日ヒント見なしてもう君は進行取るしかないだろう。あなたの役職は、共振者ロナするやつとかですです。で、負けるっていう。夜が更けました。それ、人狼に気をつけてください。ロナした瞬間、強人いたらゼロだから、勝ち筋。うん、だから決め打ちしたら通りにちゃんと3日目行ったら 50% 勝てる。死んだったら勝ち、偽だったら負け。ロラして時間を引き延ばそうっていう強人の誘いに乗る騎士、本当間抜けにも程があったわ昨日の試合。いや頭が悪いなっていう、その人狼殺の IQ が低いなっていう。夜が明けました。だって普通に考えて0と50だったら勝ち筋50取るわ、人は。割り切ってやるしかないじゃん。2番のプレイヤーが発言します。それを選んだら、だって誰も攻めないよ。しゃあないもん。はい。おはようございます。2番村人です。0を選んだらもう何やってんだろうって思われるわ。進行論っていうか、うん。まあね、僕がいつも言ってるお願いなんですけども。うん、まあ占い師で対抗出たら、もう出ると思うんで、言っときますけど。占い師目線って基本的に視点破綻することがないんで、色見えるから。だから、その、占い師の目線で喋るのはいいんですけど、こうなんだろう。まあ、確定役職とか、スムラの人とかにちゃんと説得してほしいなと思って、まあ、占い師の目線だけで色見えてても意味がないんで、お願いしますね。で、あともう一個が、なんだろう。まあ、ある人に対してね、自分と同じ感想を抱いてる人がいたと、印象いいって言ってる人がいたら、なんかその、同じことを思ってる人も、印象良くなるんじゃないのっていうなんかね、指摘を言われることがあると思うんですけども、そういうわけじゃないんでね。はい。同じ意見だからって印象良くなるわけではないんで、そこお願いします。3番のプレイヤーが発言します。はい。占い1しろ。そうですね。2番ずれでいいんじゃないですか。あのね、綺麗事並べる人がたくさんいますからね。抽象的でね、入ってきませんよ。占い師がどうしろっていう前に自分がどんな占い師でも対応できるようにするんですね。そういうふうに考えてますけど、私は。占い師に求めることはないですよ。そのまま話してもらって、その精査をする。占い師がこうしろ、ああしろって言ってるうちに、自分の精査能力はね、高められませんよ。過酷な状況でも、ね、占い師の真偽を見抜く。やばい占い師でも真を見抜く。そういうところにこのゲームのね、醍醐味があると思いますよ。占い師がああしろ、人がああしろ、こうしろって言ってるうちにはね、本当のし、あのね、精査能力に磨かれないっす。なのでね、2番さん続いていいでしょ。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能でした。俺適当でいいんだよ、別に。3番の2番殴りは若干ちょっと不当だと思ってる。不当でいいんだよ。だって俺人外だから。はい。あ、死に取る今はまあ、その占い師の視点でしか見れない世界をしっかりとまあ、選ぶときに、もう俺しかないよ。わかりやすくっていうか、その占い視点だけじゃなくて、村視点で語ってねって言ってるから、3番の2番殴りは不当かなって思ってるが、3番が狼だったとき、3、2、ローローのライン切りっていうのは、一つちょっと、一瞬思ったかったかなって感じですね。はい。何にせよ3番はちょっと、あんま新っぽくないなって思ってます。そうだな。まあ、そんぐらいかな。はい。レノでした。お願いします。対抗できたらその人人外なんで、その人からでお願いします。以上です。5番のプレイヤーが発言します。2番さん白なんで、それは大丈夫です。4番さん、占い師です。まあ、こんなに簡単に芯取れちゃっていいのかなって思ってるんですが、まあ、3番さんの殴り明らかに不当だったっていうところを村の皆さんは分かっていただけたかと思います。はい。まあ結局このゲームって票取りゲームなんでね、3番さんみたいに、その、あっちらこっちら殴りまくってるような感じじゃ絶対に村勝てなくなるんでね、3番さん偽っていうの分かってもらえたと思います。で、ですね、騎士は21番目、このままだったら出てほしいなって思っていて、で、まあそうだな。霊能が2枚出たら当然釣り切りたいなとは思ってますね。ぐらいかな。あと村のみんなには、そうっすね。なんだろう。まあ自分なりの、自分の好きなように考察してほしいかなって思ってますね。はい。
その方が自然と発言してた方が色が落ちていくと思っているから以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営特に仕様ないです。はい、そうですね、3が1白の5が2白ね、把握しました。いやそっか、5番さんが2に白じゃなかったら俺3番さんに乗っ取って2釣ろうと思ってたんだけどね。で、2釣って次の日俺3釣ろうと思ってたから、 100% の確率で3釣ろうと思ってたから、はい、その進行ができなくなったのがとても残念ですね。はい、まあ触れるとこがないかな。もう別に俺2印象良かったし合心だと思ってる、それぐらいしか言うことがない。うん、だって別に綺麗ごと並べるから人外とかっていう精査はおかしいんじゃないのって思うけどね。別に村でも当たり前のことだから、だからまあ村でも言えるし人外でも言えるっていう意味ならわかるけど、それでも釣りを確定させてるっていうのはどうなのかなっていうふうには思ってるから、仮に2行ったとしたら俺は絶対 100% 次の日行きますよ。7番のプレイヤーが発言します。例のね、真の例の6番何言ってんの、なんで2位釣りって3位で釣りていくっていうふうに言ってんの。2から人外要素拾えたな、あなた。3に乗っ取ってって。で、3のに 100% 釣るって言ってんのに。なんで2釣る必要があるのかなって思いました。3が人外に向いてるでしょ。6の思考が全くついていけないって感じ。で、まずね、ここにいるカリドさんに絶対言うんですけど、初日絶対出てほしくないです。はい、絶対潜伏して、初日についた。太鼓出たとしても潜伏してほしい。ただ、釣り位置に上がっちゃったら出てもしょうがない。と思うんですけど。理由っていうのは、初日回路をするとどこ噛んでいいかっていうのを考えるんですよ、人狼が。そうすると、どこに黒い塗っていいかっていうのがちょっとわかんなくなってくるんで、そういうふうな思考にさせましょうっていうところで、カリドさんにそういうふうに言っておきます。で、4番については、まあ、多分強靭かなと思うんですが、あの位置でローでいきなり出てこないと思ってるんで、はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。ガゼットです。村人陣営でした。そうですね、まあ 6がわからないですね。誤信だと思うなら2釣る必要ないし、2以外のグレー詰めでいいんじゃないの、7番さん出る前だったら。はい、で2さんが対立陣営だっていうことであればまだわかるけど、片白から行く進行もないと思うし、はい、6が一番わけのわからないこと言ってるし、はい、2番さんでおかしかったのは、同じ意見で印象良くならない。いや、印象良くなってもいいんじゃないの、村置きしたらおかしいと思うよ。だからその発言はおかしいかなと思ってる。どういうふうに精査するつもりなの、村見つけるつもりなのかなと思って2に関しては思ったから、3番さん2を釣りたいって言ったのはまあわからなくもないかなと正直思ったけどね。はい、7番さんで分からないのは、22番面でグレー済みの盤面ってどういう盤面想定してるの。9番のプレイヤーが発言します。はい、どうもお願いします。なんか8番の発言聞いたら、なんか58オオカミで3番にするよってるのかなって視点も全然あるかなって思った。俺は2番さんの言ってることは普通だと思ったよ。だって2番の発言の後に2番と同じこと言われた場合ってオオカミとしてするよってきてるのか全然わからないから、ね、思考合わせられてるかわかんないから、それだけで印象良くなるっていうのは、うん、確かに違うと思った。普通に色落ちがない存在になると思ってるから、俺は。うん、だから8番の2叩きっていうのはよくわかんないし、あと6叩きも若干捏造入ってると思うんだよね。6番って5番が出てくる前に関して2番釣って3番釣りは1陣外落ちるかなって精査入ってたっていう感じだから、若干8番捏造入ってってると思ってるし、だからって6番が白いわけではないと思ってる。2つって3つって1陣外落ちる計算で、6番目線2番が印象いいっていう精査なら、6目線3角陣外だと思ったのか感じよ。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ます仕様ないです。47が例のってことで、まあ、精査は使わないですね。まあ、1周目じゃ、2周目でも、まあ、多分使わないし、うん、これ、どうだって感じだと思うので、あれ、もう、人外はね、ふざけてんだったら、もう、例の出てる、ふざけてるから、もう、平和村にします。あとは、ね、もちろんね、5、7、3、5、釣ります。
私ね、まあ、もう許せないんで、そのなんだ話す順番的なことなんで、霊能で狼で出てるってだけだと思うから、確かに、裏の他の人言っていたように、3番、当番比べると3番ちょっと劣ってるというか、人外不明だったかなっていう感じはしましたが、当然ね、狼がね、あまだ決めつけるんだったらね、これがね、なので、2周目発言聞いてから、あの次の、私はもうやりませんよ。だからね、5番で平和村一世、グレーナと美的強靭、そして騎士で出てね、4、7を潰します。そうですね、絶対6番はちょっと決めまるで強靭じゃないかのように私やりますから。2番のプレイヤーが発言します。8番、あ、サンマさん騎士ね、1グレーハーク噛まれても平気だし、もうどうすんだろう、どういう場面だろう、俺は試合許せんわ。もうこのメッセージはもうね、やる気ないって受け取ったから、占いもうやりませんよ。私グレーって美的強靭占って、その後でも6番だけは潰す、絶対に潰す、6番だけは。それで確実、あ、そっか。もう、まあいいや。任せるわ。ちょっとわかんないから。8番も言ってたっけ？ 6 への殴り。7は確実に言ってたんだけど、その、6番っていうのは、5番が出てない状況も、まあ出てない状況だね。2番が白もらってなかったらって話をしてたから。だから、3番目線2を釣りたいんでしょ？で、6っていうのは3を陣外だと思ってるんでしょ？ 2 が印象良くて。だから、6番目線2を釣って、3の新キャでね、一応2釣って、その後に3番釣って確実に1陣外っていう思考なんじゃない？そのなんか6叩いてる意味があんまわかんなくて。で、8番さんに関してはちょっと、勘違いしてるかなって感じ。例えば9番さんの発言ね。9番さんが発言して、1番さんが9番さんのこと印象いいって言いました。僕も9番さんが印象いいです。そしたら2番視点って1番同じ意見だから印象良くなるの？あるんじゃないのって、まあいいよ、それで俺が一番同じ意見だから印象いいよって言うんだったらいいけど、他の人からそれを言わないでほしい。あくまで俺目線で印象いいと思ったら9番だからってことね。わかるかな。まあいいや、9、6の順で白いかな。まあ進行を任せます。現状ね、まあ4番3番目だからあれだけど、7の6殴りは結構不当かなって思ってます。以上、3番のプレイヤーが発言します。今日釣るのは6番ね、満場一致でしょう。ブラックブラックブラックね、黒すぎですよ。の2番を釣りたいと、そして3番を釣りたい、 100% 陣外。何を言ってんですか。3番は真でしょう。どう考えても3個比較したら真くらい取ってますよ。まあ5番がね、真取れなくなるから、私はね、真の役職である騎士で出ましたよ。私の方が真取ってましたよね、明らかに。私が気を使って平和村を作る。この演出するんですよ。真の騎士は。ま、陣外はもう諦めなさい。47心境か何かわかりませんけどもね。47を釣るなんて時代遅れの戦い方しない。ロー釣る。もう6番しかないでしょ、誰がどう見ても。真っ黒なのは。他どこいるんですか？ 6 番以上に黒い人が。ロー釣るゲームですよ。まあ、騎士に立てついたってことがね、6番はね、範囲だよ。6釣り一択！何があっても6釣り。47なんていかなくていいよ。ロー釣ったらね、47ロラルね、余裕はできる。47をロラってる暇がない。もう確定陣外を釣る。6番黒いね。2番を釣る。2番を釣って3番を釣る。何それ？うん。5番が2番後ろを出したから2番釣って3番釣る。わけわかんないんですけど、もはや。2番なんか釣るわけないでしょ。あなたみたいな陣外をね、はめるために私が言ったんですよ。2番なんか最白でしたよ。そして占い師で出て反応を見た。6番は黒かった。何が2番を釣るだ。3番を釣って2番を残すだったら私はね、何言ってんだこの陣外は。9番釣り。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、3級騎士対抗っすか。これ、1、2、2番面っていう結構珍しい番面が形成されてるので、まあ、9番さんはちょっとね、そこまでの段階でその騎士修行がしなかったっていうのを教えてほしいかなと思ってる。うん、まあでも、ちょっと発言でおかしいのは3番かなと思ってて、3番は騎士すらしたタイミングで、ああ、グッチョ、結構いいすらしてるなと思ったんだけども、6に対しての精査が正直全く合わない。6番っていうのは、9番と2番か、2番が言ってた通り、仮に、5番が認知症をさせなかったら、2番が完全グレーの段階では、6番試験、6番の思考って多分、5番真決め打ちの、2番釣って、2番の白黒結果を出して、
3番に行くっていう構図だと思ってるから、8番の6殴りはマジで不当、ガチで不当。なんか8番って6番が、2白出してるから、2番片白ですけど2番釣るんですかって言ってるんだから、ちょっと8番は6番の思考が汲み取ってないと思ってる。これ7番に関してはどうなんだろうな。この盤面下においては結構狼もあり得るかなとは思ってるかな。どうだろう、三級神教七狼っていう視点、グレーに一郎っていうのが結構、まあ見えてくる構図。そうなった場合、盤面的にはね、発言じゃなくて盤面的には、まあ、例えば一番で囲われて七番で、あ、ちょっと待って。また、とりあえず今日どこ行くの？5番のプレイヤーが発言します。いや、どこ行くのじゃなくて、あなた視点三級が神教に見えているんだったら霊能しかないでしょう。当然、霊能ローラーします。3番さんが偽だと思っているから、僕は9番さんに護衛が欲しいと思ってます。9番さん護衛してください。3番さんは2でも護衛しててください。で、そうっすね、全然3番さん芯取れてなかったと思いますよ。9番さんが、まあ、5、8はあり得るよねっていう可能性の提示をして、で1番さんが若干それに乗る形だったと僕は記憶してます。はい。ただ、6の指示時点では、まあ3番は確実に偽だろうという意見が落ちており、まあ7も折々だったと思うんだけどね。で3番っていうのが新芽勝ち取れないと思って出てきた、スライドした人外だと思っているから、9番さんの護衛が欲しいなって思ってます。で、そうですね。まあ、霊能は4番目線、なんかちょっとバグってた感じするから、7の発言でおかしな点もあったと思うけど、4番から行こうかなって思ってますね。7番の発言で、カリウドが2場面やって、もし、1人出てきても潜伏してほしいっていう発言に関して、これ、新カリドが噛み抜かれたら、カリド乗っ取られて負けてしまうんですよね。だから、その視点がなかったのがちょっとなって思ったけど、まあ、まあ、どっちも釣り切るからどっちもいいんだけどね。はい。って感じかな。はい。まあ、あと6番さんの言いたかったことっていうのは多分、俺が西城持ってなかったらっていう話だと思うんで、別にそんな引っかかんなかったかな。はい。って感じです。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、5番さんが好きなように思ったことを言えばいいって言ったから、思ったことを言ったまでですよ。はい。4、7のね、精査なんだけどね、俺も4の方が偽かなって思ってる理由なんだけど、4って、対抗出てくる前提で喋ってたんだよね、1周目。俺そこはね、まだ出てきてないから、そこまでは伏せておいたんだけど、4って俺対抗出てくる前提で喋る心霊能っているのかなっていうふうに思っちゃったんだよね。いや、これで死んだったら申し訳ないんだけど、うん。まあ、いいんじゃないでしょうかね、普通にクロスで。そうだね。じゃあ、その通りでいいと思いますよ。9が5を守って、3が2を守ればいいんじゃないですか。はい。そうだね。まず霊能で行くなら俺も4かなとは思ってるけどね。うん、最後どっから行くのっていう話もしてたけど、どう考えても霊能から手をつける流れになるはずだよね。これなら。クロス防衛もできるし。クロス防衛して、だって結局それで、これ3番さんは絶対2守ってくださいよ。9守ったとかいらないですからね。その時点で偽追います、偽で決め打ちますんで、よろしくお願いします。はい。俺4から行こうかなと思ってるかな。別に7には叩かれたけど、結局はみんなの組み取り方の違いだから、違いっていうか、間違いだから、俺があくまでその進行は取れないけどねっていう発言まで残してるから、そこを聞きの漏らしてるだけの話だから。4から行こうと思ってます、俺は。これでちょっと4進だったらごめんね。7番。のプレイヤーが発言します。4番しないから大丈夫ですよ、はい、5番さん6番さん。それってこの盤面になると6は結構白いのかなって思ってますね。2番叩き3番叩きしといて、で西洋の段階でやってるわけだから、6番っていうのは黒くないなって感じですね。で、5番さんの言う通り、9が5守りで、3が2守りっていうのはすごくいい選択だと思う。で、3番が、まあ、陣外だと思ってるんですけども、どっちなんだろうね、これね。ローだったら、まあ、降りて、
仮うど使用してっていうのはあると思うんですけども、ただ初週の発言の煮叩きっていうのがあまりにももう考えすぎて、まあ3番さんのプレステアリルっていうのはあるのかもしれないけど、その次あれでしょ、6が白くなる位置なのに6釣りからって言ってるでしょ。で3がほぼほぼ人外だっていうのはなんかわかるんですけど、どっちなんだろうなっていうのはちょっとまだ精査ついてない感じですね。まあ4釣って4の色見れば自然と3の色もわかると思うんで、はい、今日4から言ってほしいですね。あと5番さんに言ったのは、言いたいのは、初日、カリウドが例えば出て、で、潜伏してるカリウドが噛まれるっていうけども、そんなことほとんどないんですよ。カリウドから噛み入ってくるわけでしょ。カリウド使用してる場合はね、人外がね。それが強靭だったらそのまま噛み抜かれちゃうし、ローだったら噛み抜かれない可能性が高いっていうこと。8番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、霊能からいこうかなと思います。はい、騎士から手をつけるっていう進行が、この5番さんに近くしている盤面で取れないっていう。だから4番さんが9さんを新強で見る視点っていうのがわからないですね。だから4強でご主人様が3強にいるっていう視点にしか見えないですけど。はい。3がスライドするのも、9が2人目で使用するのも、どっちもローメス、振動的な動きしかしないですよね。これ強でやってたら、ご主人様の首絞める行為だから、だから4の視点がバグってるなと思ってます。はい。3が真の時は、3強に見えて1が出なかったって可能性はあるかなと思ってます。これは盤面的ですね。はい。まあ、5、3、だから、どうなんだろう。プレイヤーは難しいですね。まだ正直わからない。はい。占い師は、これはあえて言いますけども、騎士占いもありだと思いますよ、自分は。はい。9番のプレイヤーが発言します。なしに決まってるじゃん。3番とか強制だとどうすんの ?8 番そこまでしんどっていう根拠は何だって思っちゃう。そうですかね。今、出るの見極めてたのが、まあ、3番アーマーの可能性も十分あると思ったので、発言聞いて、ちょっと見極めたいなと思って発言聞いたんですけど、なんかもう6番叩きしか行ってなくて、なおかつグレーに縄飛ばそうとしてるんで、騎士用語の観点がないなと思って、まあ、こいつ人外だって思って、出てきました。47に関しては正直迷ってますね。4番が人外って言った時に、釣り位置を明確に言わないって行為が、果たして偽なのかどうかっていう。だって4番が強人であれ、狼であれ、少なくとも7番釣りっていう手順はできると思うんだ。ただどこも釣り、最後に釣り位置迷うって行為自体人外でするのかなと思っちゃうし、7に関しては、6番の白置きがよくわかんなかった。盤面的に白いってどういうことだって思っちゃって。6番って5番が出る前の話で2、3に関しての精査を行っていた人物だから、うん、でそもそもだって6番狼起点で3号心境 で4番狼だった時も6番面接占い師の打ち明け精査ついてないからね。だから7番の6番白置きする視点ってそれって7番目線さ どういう視点で6番白置きしたかっていうのが俺目線不透明かな。1番のプレイヤーが発言します。はい、1周目6番さんを一番、気になると言っていましたが、あの7番さんの言った通りで、もう最初になりました6番さん、理由に関しては、まあ、3番の偽が、だから自分の何だろう考えは3番強人の4、7どっちか人狼がいて、だから3の強人はグレーンに釣り位置を移したかったっていう感じかなと思ってますね。で3級で並べるともうその3が2世っていうのはもう、まあ、11かなと思うのでそれはいいんですけど、まあ、3番強人と見ていて4、7に、人狼がいると見てます。で4番釣りでずっとロックしてたんですけど、9番さんの言ってたあのなんだっけな、釣り位置上げないのが逆にだからそうやって、明らかに霊能釣り切り盤面
であるのにもかかわらず7番って言わなかったのは、もうダリーから、あ、俺巨人の奥のね、うん、そういう態度ね、7番が、じゃあ俺もすらしてね、なんだろうな、だからその人狼をするような結果は一応出す、ね、考えていたのかなと思うとして迷っちゃうところですね。でも多分4番さんにすらで降りてね、負けますよ、4-1だったら終わらず見かかりますよ、私も流れに乗るのか、4-1だから絶対つけるように7番入れるのかっていう感じですけど、5番を0-0にしますか、自分の中で6と9が面白いです。なので、じゃないんだったら私もまた頑張りますけど、6クロス自体が6クロスですけどね。その後かな。で、あと8番さん、なんだ、占い師、どこ、なんだろうな、どこにしようかみたいな話してましたけど、明らかに1番か8番ですよね、占い師は。例の1か8です、5番さん、占い師は。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。あ、マジで。3番マジでないだろ、本当に。普通に1-2-2番面なんていう珍しい番面になって、なおかつ3番が騎士対抗で、騎士で出て、9番が、俺の発言っていうか、俺の発言の直前、言ったら3番の、発言の本当に終わり頃に、3級騎士対抗出てるので、俺の発言って、いや、もういいから3番。俺3番。三強、やっぱ7番狼だと思ってる。はい、わからん。3番のやってることがマジでわからんから、どうだろうな。まあ、3番は何らかの順外だと思ってるってなると、ちょっと待って。追加させて。追加、ありがとう。7番狼起点で、7番が6番、6番を弾いてるから、俺は7、6はちょっとないかなっていう感じかな。7番って多分6番の票回収してると思ってる。やっぱり2周目聞いて考えても、ちょっと8番っていうのがどう考えても変かな。その9番が言ってた通り、騎手占いもありかと思ってまして、8番視点でもしかしたら3級新居、7番相方が見えてる構図があるんだが、これ8強の、例えば、ちょっと待って、8強7ローの、7三ローローとかっていう構図はないのかな。1はちょっとまあ、なんか、精査的にちょっと、まあ、とりあえず明日絶対7番行ってくれ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。黒。ミカ。占いが1黒の、マラマンが4黒。はい、狙い通り、4番そういうプレイ、1番が私をね、強靭を期するプレイで、4、1はもうスケスケなんで、1黒打ってもらうために、1番黒出ましたよ、シッ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 、4、1様。よし、ヒロさん、正しく、狼は潰すからね。サバさん、もうちょっとうまくやってよ。無理でしょ。いや、でも4番強かったから、ちょっとこれ。3番さん。出たのが悪いよ。例の俺出るから、俺はやんねえから、そんなふざけてる狼は。占い師らが。マジでやる気ねえ、狼。でね、もう試合を。